うわぁ、立って、あげば、あげばうわ二人帰ってくるじゃんああ、遅かああ、もう、初回転取れず ノーアウト2塁でバント失敗そっからワンアウト1・2塁ゲッツーあそこ点取れなかったらこうなるよないやこの回もツーアウトランナーなしまでいってビシエドがボテボテのヒットでそっからもうツーアウトランナーなしから似てああああ細川 最近不調だったんじゃねえのかよ。いやあ、なんか嫌な立ち上がりだこりゃうわーあー 誰んのかよこれ。また初級じゃん。初回の細川と一緒だまたよ。ストレート甘くって。うーんもう宇佐美だな。宇佐美ずっと打ってるよ。あーあ開打戦で二点かよ。 これは。もうがさ、あれからも全然取れねえし、なんだ、ね、これは。リュウクに打たれんのかい。うわあ、また、これ、させ、させ、ああ、これじゃ、させない。あれ、待ってたら、させない。ああ。 おしまいだよこれよ4回で5点中日相手に5点なんだこれよどうしてこうなった何がこうさせた気づいたら腰って 何本ヒット打たれんだよもうよ。ホームランとかじゃないからな。全部ヒット。この回。ヒットヒット、バントヒット、送りバントヒット。何本ヒット打たれんだよ。7連勝中じゃなかったろ対中日2021年からずっと。 嘘みたいな情報だな。何が起こってるんだよ、これ。何だ、こりゃ。ああ、何なんだよ、うさみを。まあ、何なんだよ、これ。何でトレード出されたんだよ。 何なんだよ、マジでよ。おかしいだろう。なんでこんな、こんな打つばった教日よ。なんでマジで。フォアボール、ヒット、ヒット。うさみがよ。なんでこれ。ずっとってんじゃん、さっきもインコースの難しいボール、ライトで。 またこの大先もインコースストレート。柔らかいバッティングだよ。肘抜いて。なんでこんな打つバッタートレード出されんのなんだこれよ、宇佐美がよ。明日も来いわ。ああうわ、ペアじゃん。 おー、これもかい。細川もかよ。三本目じゃん。三んだ、三打点何に投げれば抑えられんだよ。なんで栗で七点も取られてんの、これ。そんな悪くないよ、今まも。別にソータのスライダーか タイミングも合ってないけども、お前不調じゃなかったのかよ、マジでよ。聞いてねえよ。不調だから6番じゃないよ、これ。5番うさみ、6番細川もう無理だわ。二人で今日5打数5アンダー。6打点なんだこれよ。 おかしいってサイン盗まれてるってくらい誤解で鳴らしってんなんでこうなってんだよマジで何がこうさせてんだようわーうわーなーんだよマジでよ 今日のヒットの岡林までもかよもうりだからとかじゃないじゃんこれ誰が投げても打たれんじゃねえかよあとヒット出てないの村松だけもう何が起こってんだよおいヒンの中日打線じゃねえのかよこれ 何だ8得点ってよ何本ヒット打たれたああ栗だよな昨日と今日逆じゃないよな野村でこんな打たれんならまだわかるけど栗でこんな、はあ、もうこんだけ取られたら変わんねえわあーあ栗のゲームで8対0かよ つい試合たいマジだよ。見せろ、高い流星。走れ、走れ高い星。はいおしまーい。ああ<ー>、もう阪神かしこせ中日初戦でこれかよ。昨日完封勝利だったよな。 なんで完封負けしてんだよ、翌日。ああ、もうしんどいゲームだったよ、もうこれ。見てるのもしんどいゲーム。いいところが一つもなかったんじゃないか、今日は。ああ、何ですか、今日のゲームはほんと。小笠原からき ちょっと、オロか、もランナーが出ないね。ああ。もう今日三塁踏めなかったもん。初回、ツーベースで打ったけど、ノマのバント失敗で。で、ランナー一塁二塁にその後なったけど、龍馬ゲッツそれ以降はもう三塁をロカか、二塁も踏めない。これじゃ、勝てないね。ああ、これじゃ勝てないわ。 結局、被安田さんの完封でしょ小笠原も。もう無理だわー。なんかもう。うーん。てか、初回、一回裏、もう別になんか2点しか取られてないけどね。なんかそれ以上になんかダメージ大きい2点だったな。もう小笠原から2点はもう、結構きついよ、みたいな感じだったら、も5点ぐらい取られたような。なんかそんぐらいの頻度の野球だったな。 選手的にはそんぐらいのモチベーションだったのかな今日の小笠原馬は良かったけどやっぱ1回点取れなかったのがでかかったわなうんで1回裏これもツーアウトランナーなしまでいったんだけどねもうこのビシエドが10球粘ってサードのボテボテのヒットツーアウトランナーなしからね、うん、でヒットとフォアボール細川誠也の先制タイムリーツーアウトランナーなしツーストライクからもう 点取られるなんてな、んて俺よあのビシュードが粘ったのかそれともただ不調で球が前に飛ばんなかったのか分かんないけどさああれがでかかったわあなんかもう今日は初回初回だったなうんで龍馬も今日初回ゲッツなったけどまたゲッツあったしな4回か ああ、秋山が出て。うん、なんかもう、あそこから、今日はダメだなって感じだね。校長、龍馬はもう、昨日もタイムリー、おととい、しおとといってサンダー、サンダーで来てる龍馬が、ゲッツー2つだとね。うん、チームも上向かないわな。小笠原もだんだん乗ってくよ。うんで、本当にね、細川聖也、今日もなんだろこれ、サンダー うーん、もう打たれすぎたわ。細川誠也は3打か。4打数3打の3打点。えー、あの初回も詰まってのセンター前とな。で、もう一個のタイムリーも外のスライダーうまく打ってるのリフト。なーんかねー、不調って聞いてたんだけど、全然じゃんって思ったわ。うーん。 ここ6試合も全然ヒット打ってなかったんじゃない ?3 本か4本ぐらいしか打ってなかったでしょで打順も6番が下がってさもう今日金に復活するじゃんこれじゃああまあ買いまからずっと打ってて、ね、そろそろ不調になってもおかしくないっていう時期だったけどねもうこれで明日から持ち始めたらマジで嫌や。 で、そのままや打つ、うさも今日はもう爆発してたわい。3打数2アンダー。あーもうインコース打つのがうまいわ。1打席目フォアボール、2打席目もこのインコースのストレートかなきばどいボールよ。あれうまくってん、ライト前。で、3打席目もまたインコースうまくってん、ライト戦のタイムリー。なーんか、マジでなんでトレード出されたの 打率もあって今日始まるまで5割でしょで今日終わってからもう5割以上、しかも得点圏でも強いらしいし。なんでトレンド出されたのほんとそれに尽きるわ。これでなぁ、なんかさぁ、てかずっと大栄打とかでしか出てなかったけど、これでスタメンで出てきて、バッティングも良くてはフォアボールも選べて、デリードも今日小笠原で、日ア田さんの完封でしょ これで明日明後日もマスクかぶれってなったらやだよ本当に怖いああんかうまく打順もはまってる感じするし今日13安打でしょ、はあ、13安打9得点村松莉が全員ヒット先発で癒してねああまあでもこんだけ打った試合の後はねあしたうちはそこまで打たれないってことをもう信じるしかないあ明日大瀬良 あーなんでね、まあ、なん本当に頑張って、明日明後日で勝ち越し、阪神に勝ち越して、中日負け越しなんてもう、訳が分からないからね、えー、本当に大さん、頼ます命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。